れでした。初釣り種子島商工終わりました。いいとこですね。どんな印象的な。そうですね、まあ、まずは一つ浅いところっていうことで、まあ、ジギングにとっても、ジギング入門にとっても最高なんじゃないかなっていう。まず魚もいっぱいいるし、はい、でもせっかくはまずちょっと一応船長聞いたらいいじゃない。そうですね、はい、船長お疲れ様でした。お疲れ様でした。ここ昨日2日ここやって、船長的にどんな感じだったんですか。塩はあんまり良くないですね。塩は良くないですね。良くないですね。同調してこう一緒に揃っていけるのが一番釣れる。まあ、それは当然だね。もっといいってことですか。潮風が向き全部逆だったじゃん、基本的に。バチッと当たればもう、イレイレイ。昨日の最後なんかイレブレーションだったから。なるほど、確かに。はい。はい、でも、ああいう感じってことでしょ。ああいう感じの、まあ、反応の出方も、あのもんじゃない。もう、ジグは落ちていかないです。行くときは。それ行くときっていうのは、ちなみに船長で言うと、例えば月に何どれぐらいあるか、頻度的に。潮次第。潮次第。昨日は長潮で、今日は赤潮からなんでしょ。いや、まあ潮っていうかさ、まあ、結局ほら、投げが良ければフィールドでどこでも使えるんじゃん。まあ、俺3回来たけど、3回もあんな感じだから。投げの悪さは、天下一品じゃない。頑張ったんだよね。本当に行きたいところを、無理はいけてなる。自分の行くところに。西はね、西でね、意外とちょっと面白いところがある。西がメインなの？いや、だって港はそこだから、こっち西向きだからさ、一時回んねえじゃん。カンパチやるときは来るんですか？行くんですけどね。カンパチやるときはこっち、東。はい、はいはい。入れ食い狙ってるじゃん。長崎のもっと北ってことですか？もっと北、登るってことですか？上？上、でもあそこを中心に多分みんなベースを組んでると思う。でどっちの潮が長く取れるかってことじゃない。基本的には南北にしか行かねえから。でそこのほら、例えばまあ日によって丘に差し込むか弾かるかっていうさ、でそこに今度は風が出てくるじゃん。でそれをどういうふうに反応に当て込むかっていうのと、当て込んだって一瞬の当て込みとさ、膨張してくるとさ、止まってホバリングできればなお確率上がるし。得意のレンジっていうのは天井何メートル？いや基本的にはもう120、60、80？ね、違うよ。120、30を中心に考えるでしょ。うん、まあ、でも量をするところはやっぱその60とか80とかなんですけど。なるほどな。まだ隠してるの。そこがダメならお銀っていう。あのサイズ感っていうのはやっぱあれですか。レンジによってやっぱ浅いところの方が、まあ、粒が通ってるんですか。一箇所はもう、まあ、大きなのが60メートルに出たりするっていう。谷ヶ島何がいいって、これ餃子が最高にうまいです。うまそうっすね。これはうまそうっすね。この餃子はちょっとうまそうっすよ。ここの餃子がめちゃくちゃうまいんですよ。当店舗の餃子と料理が、はい、俺はね、この満開の釣りと、ここの中華がセットになってるでしょ。もうパックプランでしょ。ありがとうございます。パックプラン、パックプラン。どういう必要すんの。こっちはね、まあ、ガチガチに釣りしたい人はどうだろう、わかんないけどさ。やっぱりでも、初めて来る人なんかにとっては、やっぱり船長に教えてもらうのがわかんない人も帰るんで。誰が映ってるの。わかんないです。だってあ、福山じゃない。マサハルです。マサヒロじゃなくて。マサヒロ、先生もマサヒロですか。そうです。なるかもしれない。塩とマサヒロだな。でも、宇都宮もちょっと近いですからね。海野さんと自分の。テレッ食べようよ。食ってくれ、まず。はい。まず、ドレス並べる前に、食ってから、食べましょう。ポイント叩いてから。はい。あ、そこ行くよ。はい。いただきます。いただきます。これが種子島名物餃子です。いいですか。うん、あ、いただきます。うまい。まあでもどう船長的にさ、はい、
まあ、今回こうやってほらね、デスタ代表わざわざ来場してくれたわけだけど、まあいいとこね、お互い見せきれないで終わってんだろうけど、これからじゃないですか、うん、でもちょっと見て、あ、なるほどなとかってなんか思ったら気づいたことある宇都宮代表の、まあ別にって感じじゃないですか。いや、あ、そうです見抜いた。あ、ちっちゃいのであったらすごい楽しそうだな。いつもでっかいのでも、うん、あの、ちっちゃいのでも、うん、その沖で使うのクル使ってくるから、はいはいはい、ジャ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 って上がってくるんですけど、あの2号であった感じのね、うん、あれとかも楽しそうだな。そうだ、そういう釣りは絶対やるべき。でもあれはあくまでそのでかいの狙いのタックルで、やっぱスピンスローっていうそのスピンのスロージリングがあるんですよ。それでやるとこの楽しそうなのと思いました。まあでも収穫はあったじゃん。はい、これこんなに多かったの2人前って多いじゃないですか。おいしい。うん、うまっ。うまい。うん、うん、生姜が効いてて、生姜が効いてて、ニンニクもすごい。うん、すごいです。うん。でもさ、冷めたらまぶしいから。はい。これ3回来て、予約まあ、カンパチに釣ったから、ちょっとバカにしたいでしょ。ほんとカンパチ釣れねえんじゃねえか。エミノさん、前回その旗やったとこっていうのはどこなの？西目になるんですか？西、ああ、やっぱ西と東だと違うっすね。地形が違うっすかね。でも大体俺はもう分かったんだよ。はい、美味しいです。あのね、種子島はやっぱり、うん、まあ、平たく分かりやすく言えばそれだけ漁場豊かなんだから、うん、楽しい釣りした方がいい。そう思いますね。と思いました。ここでなんかレコードを狙おうとかって、うん、バカなことはあんまり考えないね、うん、楽しい釣りをして楽しいんですけど、それってたまたまもう、うん、いや、そんなことないよ。うじょうじょいるわけだ。フィールド自体はさ、かかりはやり取りは楽だから、うん、ただそこを求めてやってでかいタックルしちゃったらヒット率が一気に下がっちゃうから、そうですね。やっぱりさ、スライ道具、なんていうのかな、振り回すぐらいならさ、その方がいいですね。やっぱりカンパチはいいですね、俺は。小さくてもはい、カンパチが好きです。だからあそこでさ、生まれる商品できると思うよ、このダックル。ここのフィールドならではのダックルがさ、だって羨ましくてしょうがないですもんね。ずっとジギングしたら、ね、商売してるわけですよ。ジギング商売だな。ノージギング、ノーライフの道は24時間やってください。24アワーズジギングなんで、ジギングをしながら、はい、ね、まあとりあえずでも、はい、できたからまたね、ぜひ種子島来ますか。はい、絶対来ます。いい時期に、はい、今度は50キロ釣らせてください。1キロ50匹そうそうそう1キロ50キロな、50匹で50キロね。50匹すごいっすよ。すごい、でも釣れると思う。ハードル高いし、うん、釣れる。俺この間ちょっと池上見た時に1時間ぐらいで、あ、そうだなって思った。まあ、またぜひよろしくお願いします。お疲れです。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。